演舞開演。どうも、本日は自分が普段電車に乗っている駅を紹介したいと思います。今はこういった感じですが、春になると満開の桜が咲いてとっても綺麗なんですよ。ああ。結構長いんですよね、ここ。ドキドキこのフェンスを越えてくるバカな高校生もいます。それやっていいのかな。毎日このホームから電車に乗っていろんなところに行ってます。まあいろんなところといっても大半は通勤ですね。いよいよ電車が来ました。この電車に乗っていつもお出かけしています。と言ってもほぼ通勤ですが、中はこんな感じです。シンプルです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。